ジャクソン軍はアメリカ合衆国コロラド州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1394人であり、2000年の1577人から11.6%減少した。コロラド州で4番目に人口の少ない軍である。軍庁所在地はウォルデンであり、同軍で人口最大かつ唯一の法人化された町でもある。ジャクソン軍は ノースパークと呼ばれる標高が高く比較的広い、山合いの盆地にあり、盆地の広さは1613平方マイルある。この盆地は北のワイオミング州の方向に開いており、西はパーク山脈、南はラビットイヤーズ山脈とネバーサマー山脈、東はメディシンボー山脈に囲まれている。 標高は7800フィートから12953フィートまで変化し、ノースプラット川の水源がある。ノースパークのパークという言葉はフランス語のパークから来ており、動物の保護地を意味している。ノースパークはかつて鹿、アンテロープおよびバッファローの群れで溢れていた。あまりに多くのバッファローが生息していたので、ユト族インディアンがここをブルペンと呼んでいた。 現在では鹿、エルク及び牛が生息している。1861年11月1日にコロラド巡州によって創設された最初の17軍の一つにラリマー軍があり、ジャクソン軍はそこから1909年に分離して設立された。これより以前ラリマー軍とグランド軍の双方がノースパークの領有を主張していた。当初は ユト族とアラパホ族の狩猟場に過ぎなかったので、ノースパークに注意を払う者は、ほとんどいなかった。インディアンはこの土地を懸命に守り、白人開拓者はあえて入ろうとはしなかった。ノースパークで貴重な鉱物が発見されると、グランド軍はそこから得られる収入を望んで、軍の一部だと主張した。グランド軍の軍長所在地は、ラリマー軍のそれよりもノースパークに近く、 公的な手続きはすべて軍長でやる必要があったために住民はあまり気にしていなかった。しかし、ラリマー軍も領有を主張したために、その決着はコロラド州最高裁判所まで持ち上げられた。1886年、裁判所はラリマー軍に有利な判決を下した。これに不満を抱いた現弱村軍の住人は独自の軍を作るべく運動し、1九百九年になって、 ジャクソン軍が創設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1620.95平方マイルであり、このうち陸地は1613.21平方マイル、水域は7.74平方マイルで、水域率は0.48%である。軍内には、広さ7万1000エーカーのコロラド州有林がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミシガン川アラパホ国立野生生物保護区。ありがとうございます。